待て、アスナ、この情報圧、やつだ。ここまで来たか。バベルよ、貴様の手のものは私たちが全て撃破した。お前の駒はもう誰もいないぞ。そうか。だが我が同胞は量子データとなり、我が元へと戻ってきた。案ずるまでもない。同胞、今同胞って言ったのか？ディザスターが同胞って言ったのか？それに戻ってきたって、最下の鎧を復活させたのはお前なのか？いや、むしろ最初から。ペルソナ・バベル、あなたの野望はついえたわ。ユイちゃんを解放して、そしてこれまでのことを全部教えて。あなたは何を考えているの？何を考えているか、それは前にも話した通りだ。この世界を黄昏へと導くこと、その初歩の一手としてこの NPC を封印し、そして滅する。そんなことはカーディナルでも簡単にはできるはずがない。ユイは俺が SAO から持ち込んだ存在だ。お前は一体未来から来て何をするつもりなんだ？そう、このものを滅することは実に面倒だ。骨が折れる。妖精のように死を数える天命が存在するわけでもなく、鋼鉄のもののように戦闘地があるわけでもない。天命、 HP ってこと？戦闘地とはバーストポイントのことか。だからわらわはこの世界に負荷をかけることにした。全てはこの瞬間のために。そのコンソールは誰だ？ユイちゃん！パパ、ママ。今ならまだシステムに割り込める。バックアップを。大丈夫だ。アインクラッド地下じゃやれたんだ。絶対にお前を消させはしない。少し待ってくれ。まだキリトさん、一体何を？先ほど浮かび上がった幾何学模様の鉄板はこの世界の全てを管理するための神の操作盤です。メタトロン管理者 GM コンソールってこと？ハイエストレベルから見ていても気づかなかった巧妙な策でした。ペルソナ・バベルは GM コンソールを引きずり出すために何度も世界に負荷をかけ続けていたのです。負荷？一体どうやって？不なる真意、つまり七王やクロムディザスターの放つ真意の力です。本来真意の力はこの過去の世界の器には耐えられない術式。それを適量以上に過度に暴力的に注ぐことによって神の操作盤が姿を現すことになったのです。確かに真意なんてシステム度外視の技はこっちのアミスフィアでは使えないわ。くそ、どうしてサルベージできない？キュート君！無駄だ。可能な操作は一度だけ。もう貴様にできることなどない。お兄ちゃん前に言ってました。
SAO の GM コンソールによってユイちゃんが異物認定されちゃって消えそうになった時、データを自分の個人ストレージに逃がしたって。そう、それがサルベージ可能な唯一の手段だから、そうならぬようにした。つまりはあの小妖精は完全に消滅した。神々の黄昏がついに始まるのだ。バベル！アスナさん！アスナ！やはりバベルには攻撃できないのか。これでこの時代における我の目的は完遂せり、これで世界は破滅へと向かう。わらわの勝利だ。バベル貴様！キッドさん！なんだあれは。バベルを追う黒い粒子と白の。お兄ちゃん、アスナさん、まさかユイちゃんが。ユイ、まさか嘘でしょ。シリカやめなさいよ、本当に泣きたいのは。本当にユイちゃんが消えちまったなんて、そんなバカな。信じたくねえが。クソ。アスナ、こんな時なんて声をかけてあげればいいのかわからないよ。仕方ないよ、こんな時どう言ったって何の慰めにもならないから。ユイちゃん。結局私たちは何の役にも立たなかったのか。そうですね、クロムディザスターのやつも本当に救えたのか分からずじまいでしたし。ジメジメしたのは嫌いだけどよ、さすがに今は仕方ねえか。こんな時かける言葉が見つからない。こんな結末なんてあんまりなのです。今の妖精さんたちを見ているだけでまるでこちらの胸まで引き裂かれるみたいだわ。彼らとその NPC の心のつながりは現実で育む絆と何も変わらないほどだった。それくらい強固だったってことなの。私たちがここに来た理由って何だったんだろうね。僕も悔しいよ。これじゃあこれまで戦ってきた意味が何もないじゃないか。あら、ねえウイウイ、アッシュはどこに行ったの？ジーザース、外に来てくれ、カモンエブリバディ。Das wäre aber ein echt doofes Ende, wenn das so zu Ende geht. Aber was meint er jetzt mit umdrehen? Wir sind alle unten, so wie es aussieht. Geht's jetzt hin? Wow. Wieder. Keine Ahnung.
Und jetzt hier raus. Tiefer rum? Wie sind wir denn noch tiefer gekommen? Na, ich gehe mal raus hier. Ob es da dann weitergeht. Wand oder was? Hier geht's weiter. Konsole kann ich nicht benutzen. Yui ist weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so zu Ende geht hier. Irgendwas kommt doch bestimmt noch. Fürs Spiel ja jetzt vorbei. Ich habe keine Trophäe fürs Spiel beenden.見たことないってことは、まさか新モンスターなわけ？あれは私と同類のビーイング、しもべたちの言うレジェンド級エネミーです。レジェンド級って確か一番強いですよね。一番強いとかそういうレベルじゃない。倒すのはほぼ不可能。何よそれ、どうしてそんなのが ALO にやってくるのよ。なんとなくわかるよ。あれには僕たちは勝てない。ええ、その認識は正しいわ。あれはもともと倒せることを前提に設計された代物じゃないの。みんな手を出してはダメなのです。どうしてエネミーが3体も？もしかして？ええ、その通りです。しもべ、ビーイングたちはこの世界で頻繁に発動されるしもべたちの力の波動を感じ、ここまで引き寄せられてきました。あの空の影を伝って私たちの世界からここまで飛んできたのです。真意をたどってきたっていうのか。このクソ大変な時によ。あの空の影までたどり着くには空を飛ばなくちゃならないから、クローかレイカーさんがいないとバーストリンカーはこの世界には来られないって思ってましたけど。空を飛べるエネミーなら可能だったってこと？もう何よそれ。僕らの前にはもう絶望しかないのか。ストレア、これはまさか。ストレア、先輩どうしたんですか。春雪君大丈夫だ。これはおそらく妖精たちよ、この声が聞こえますか。あんた、未来の黄昏の魔女は小妖精を消去して
しまったようですね。あなたたちにかける言葉もありません。ただ謝罪をさせてください。なあ、あんた、バベルはユイの抹殺を図ってるって言ってたよな。君は一体何を知ってるんだ。その質問のすべてを答えることはできません。未来は常に不確定。過去のものに余計な知識を与えることで歴史への過度な干渉となってしまうことを避けなければなりません。わかった。なら一つだけ教えてくれ。君は何者だ。こうして助言をもらえるのはありがたいが、その正体を知らなければ俺たちはその言葉も信用できない。俺たちは未来から語りかけているという君を信じたいんだ。キリト君、アスナ、憔悴した声。それも仕方ありませんね。久しぶりだね、アスナ。そしてキリト、私ストレアだよ。ストレア、あなたは未来のストレアなの。お前が千年後から語りかけてくれていたのか。うん、そうだよ。この喋り方するのは久しぶりだな。千年も生きてるとね、喋り方も変わるんだ。こういう風におしゃべりするのはもうユイの前だけになっちゃったかな。ユイが、ユイがそっちにいるのか。うん、ユイはまだ未来の世界で生きてる。私が今一番伝えたかったのはそれだよ。どういうことなんでしょう。過去の世界で消えちゃったのに。バーストリンカーの君たちにはこう説明した方がわかりやすいかな。過去で起きた事象がまだオーバーライドされてないんだよ。オーバーライド、つまり歴史干渉が未来まで追いついていないってことね。わかりやすく言うと、ユイさん消滅という先ほど起きた出来事の波がまだ未来まで届いていないということなのです。そこでキリト、お願いがあるの。この未来の仮想世界に来て。え？未来の仮想世界に。さすがにそれは無理なんじゃないかな。未来って春雪くんたちのいる未来じゃなくて千年後のことなんだよね。そうだよ、フィリア、レイン。未来の世界にまだ存在しているユイからなら、過去のユイの存在をロールバックさせられる。そしてユイのデータを復活させられたら、そのユイを連れ帰ることができるわ。未来のユイからユイを復活させる。ユイちゃんが戻ってくるの。待ってよ、でもどうやって未来に行くの。タイムマシンとかの話になっちゃうよ。そうじゃねえんだろうぜ、きっと。ストレアが言いてえのは、あくまで仮想世界の時間流を移動してこいってことだろ。そうだよ。仮想世界同士で時間を遡ってきた私たちがいるのだから、きっと可能性はある。言ってしまえばバベルだって千年遡ってきてるわけですからね。私のシトロンコールの力を逆にさせたりできないかな。仮にできても千年の移動はさすがに簡単じゃないと思うけど。方法はまた接続に限界が。キリッとアスナ、ストレア、ありがとう。
ストレアの言葉だから俺たちも信じる気になれたんだ。を倒して加速の、きっと未来へ導いて。え？じゃあ待ってるよ。未来の者との会話が終わったのか。あれ、あれれ、キリトにアスナ、それにみんなも、どうしたの。この前も思ったんですけど、どうして未来の人、いや未来のストレアさんがこっちのストレアさんに乗り移るとき、先輩まで感応するというか意識を失う感じになるんでしょう。それはおそらく二人のソウルが近しいためなのでしょう。ソウルの近い二人が集まることで未来からの干渉に耐えうる存在となり、あのように声を聞く器となり得るのです。つまり一人分の量子回路では受けきれない未来からの干渉。類似する量子回路を持つ黒雪とストレアの二人が可能にしたってとこか。ストレアと私の魂が近い。性格は全然違うのにね。アスナ、でもありがとう。二人のおかげで光明が、いえ光というにはまだ弱く小さなものだけど、私たちはまだ希望を捨てちゃダメだって分かったよ。はい、そうですね。未来に行ける方法、みんなで考えてみましょう。そうだな。キリトやアスナたちがこの世を去ってから、私たちは NPC の仲間たちと、みんなが夢見た仮想世界の構築に向け全力を注いでいました。彼らが残した思いを継ぎ、私たちは使命感に燃えていました。必死に戦いました。時には傷つき対立することもあったけれど、それでも世界は少しずつ好転している、そんな手応えのようなものも感じていたのです。ユイ、ナンバー35の仮想世界のモジュールがソーシャルカメラから伝わる AR 情報に最適化されないみたいなんだよね。ちょっと様子を見てくんない。あれ、ユイ、あ、ストレア、どうしました。何を見てたの。パパとママとみんなで撮った写真です。ああ、そうだったんだ。なんだか懐かしいね。はい、そうですね。もう500年以上も前のことなのに、今でも昨日のことのように思い出せます。私たちは忘れることなんてないから当たり前ですけどね。寂しいの、ユイ。寂しくないというのは嘘になりますけど、でも平気です。私にはストレアのような仲間がたくさんいるし、何よりパパとママの残した思いがここにあるのだから。うん、そうだよね。はい。さてストレア、何でしたっけ。ああ、ナンバー35のね。時々寂しくなることは確かにあったけれど、私たちはそれでも強くたくましく、そして手を取り合って仮想世界の未来を生きていました。Ein Hoffnungsschimmer. Ah, ja. Ja, so wie es aussieht, müssen wir wohl jetzt
Schwere Enemies erledigen. Aber hier kann man wieder speichern. Soll ich auch mal besser tun. Das müssen wir nachher mal alles machen.